実にイケメンだ、うちのリーダーは。殺してお前ら粘るな、紅茶一杯で。いいだろ、バイトしてんの黙っててやってんだから。はいはい、ゆすられてやりますよ。出がらしだけど紅茶おまけだ。イケメンだ、あんなに一度に運べるなんてイケメンだ。なに、またお母さん体調崩されたの？ええ、まあうち母子家庭なもんで、俺も少しは家計の足しにならないと。イケメンだ。あいつの欠点なんて貧乏ぐらいだけどさ、それすらイケメンに変えちゃうのよ。私服は激安店のを安く見せずに清潔に着こなすしよ。イケメンだ。この前祭りで釣った金魚食わせてくれたんだけど、あいつの金魚料理めっちゃうまいし。イケメンだ。あとあいつがトイレ使った後よ、髪が三角に畳んであった。イケメンだ。髪なら俺も畳んでるぜ、三角に。気がらわしい。見ろよ、あの天性のマダムキラーっぷり。イケメンだ。ああ、僕もよく近所のおばちゃんにおもちゃにされる。シャントセイ。未だ日本校舎の女子からラブレターもらってるしよ。イケメンだ。あ、私もまだもらうな。意外恋だ。イケメンにしか似合わないことがあるんですよ、磯貝君や先生にしか。イケメン、なんだ貴様。ここのハニートーストが絶品でね。